皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はですね、去年も同じ企画やったんですけど、皆さんクリスマスプレゼント悩んでませんか？ということで今日はですね、私がプレゼントにおすすめしたい商品たちを値段別でご紹介していきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。さっきさ、ミュウミュウでさ、カチューシャ買った。可愛くない？これめっちゃ可愛いと思ってずっと狙っててやっと買いましたでは早速やっていきたいと思います。1000円台から1万円台に向かって安い順から値段別で紹介していきたいと思います。じゃあまず1000円台でおすすめしたいのが、まず一つ目がこちら。これ動画で一回も紹介したことないかもしらんねんけど、普段から使っているんですが、オルビスのエッセンスインヘアミルクです。洗い流さないタイプのミルクタイプのトリートメントになってます。そう、もう普段からめっちゃ愛用してて超減ってるねんけど、これはなんかどんな髪質の人にも使ってもらいやすいような軽めだけどすごいしっとりして髪質が良くなるトリートメントです。すごい人気だから使ってる人ももしかしたら多いかなと思うんですけど、本当になんか髪の水分量をグッと増やしてくれるような気がするし、私はすごくお気に入りで、でまあ ZOZO とかでも買えるし、結構しっかり入っていて物もいいのに1000円台で買えるので、これはめちゃくちゃプレゼントにおすすめだなと思って一つ入れました。私は髪の毛ブリーチを繰り返してる、結構傷んでるヘアだけど、そんな私の髪の毛にも使えるし、でもベタつかないから髪がもともとそんなに傷んでない人とかも使ってもらいやすいのかなと思って選びました。そして続いて1000円台もう一つこちら。もう最近一押しのラメシャドウなんですけど、フジコのシェイクシャドウ SV05 番ときめきグリッターです。私が一番おすすめのカラーはこの05番のカラーなんですけど、これはこんな感じで振って使うタイプのシャドウです。こういった感じのキラキラのラメで、こんな感じに目の下にちょんちょんって涙袋の中心にのせると超可愛いグリッター。可愛くないですか？そう、最近めちゃくちゃお気に入りで、ただちょっと本当に人気みたいで、なかなか店舗でもね手に入らないくらい売り切れ店舗続出みたいなんですけど、とりあえずこれ塗っといたらもうその日ずっと可愛いみたいな感じがするから、私はすごくおすすめのラメですね。まあでも人気の商品ではあるので、もしかしたら知ってる人も多いかもしらんけど、でも最近発売されたマジおすすめ商品なので、これは使ってほしいなと思って選びました。続きまして2000円台いきたいと思います。まず一つ目はこちら、カネボウのスクラビングマットウォッシュです。デパコスの洗顔なのに2000円台で手に入るっていうのもすごいおすすめだし、洗顔ってこう毎日使うタイプの洗顔はなんか結構ね普段からこう気に入って使ってるものがあったりとかするかなと思ったので、これはちょっと週に1回とか2回プラスで使ってほしい洗顔ということで、まあお友達とかにおすすめしたら喜んでもらえるんじゃないかなと思って紹介しました。ここ最近私も夏ぐらいからずっと使ってる洗顔なんですけど、こういうなんか泡立たないこういうペースト状のタイプの洗顔で、丸いスクラブみたいなのが入ってるんですよ。でその丸いスクラブが角がなくまん丸になってるから、その当たりが痛くなくて、スクラブ洗顔って結構さこう肌に負担あるんじゃないかなって思う方も多いかと思うんですけど、これは優しい肌当たりだけど、終わった後めっちゃ顔がツルツルになるから、去年もこのプレゼントコスメの紹介の企画で思ってんけど、プレゼントしてさ使い続けていいものっていうより、なんか速攻でいいって感じるものの方がやっぱ嬉しかったりするじゃないですか。だからまあなんかこう速攻性があるようなものをちょっと選んでるんですけど、これはね本当におすすめでございます。何回も動画でも紹介してんねんけど、こうキュキュキュって音が鳴るんじゃないかってぐらい顔がツルツルになるんですよ。冬場はちょっと乾燥するから週に1回ぐらいがベストだと思うんですけど、顔のザラつきが気になる時とか、なんか毛穴の汚れが気になる時とか、朝でもいいし夜でもいいので使ってみてほしいなと思って、私もすごく友達にもおすすめしている洗顔になってます。そしてもう一つがですね、私が普段から使っているスクラブなんですけど、こちらピーチジョンのヒップルン薬用スクラブです。これ私のもうガチの使い差しなんで、ちょっと残り少ないんですけど、めっちゃくちゃいい香りなんですよ。ピーチジョンっていう感じの匂いなんですけど、なんか一応ヒップルンって書いてるからお尻用のスクラブではあるんですけど、私は全身に使用してて、これ使うと本当にお肌がもっちりすべすべになります。でこれのいいところは、なんか普通のスクラブってスクラブとしてしか使えないと思うんですけど、これは水と混ぜて泡立てネットで泡立てるとボディーソープにもなる
なるんですよ。だから、まあ、スクラブとして使ってもいいし、ボディーソープで使用してもいいしっていう感じのもので、本当にこれもう使った瞬間速攻でいいって思える商品だし、めっちゃ自分の体がいい匂いになるし、なんか女子力高い感じのアイテムなので、これもう私何個もリピートしてるんですけど大好き。スクラブってさ、なんか余分なね、こう皮脂とかまで落としちゃう感じがして乾燥するなって感じる人いるかもしれないんですけど、このピーチジョンのやつはなんか全然そんなことなくて、あとね、その痛くない、ヒリヒリしない。結構私なんか敏感な時とかすごいヒリヒリしたりとかするんですけど、これはヒリヒリしないのでおすすめ。他にもさ、有名なスクラブのねブランドさんたくさんあるけど、私はめっちゃいくっちゃいろいろ使った方だと思うんだけど、その中でもピーチジョンが一番おすすめなので使ってみてほしいなと思います。そして続いて3000円台いきたいと思います。3000円台で選んだのは、これは動画で出したことないかな、こちら。そう、この時期にすごくおすすめなんですけど、イプサのザタイム R デイエッセンススティックです。これ結構有名な美容液スティックなんですけど、こんな感じのバームっぽいスティックになってて、なんかバームなんですけどベタつかず本当にみずみずしいスティック美容液です。でこれの何がいいかっていうと、なんかイプサのこのザタイムアクアっていうめちゃくちゃ人気のもうベストセラーの化粧水あるじゃないですか、それの成分がこのスティックにも入っているやつらしく、本当にね、私はこの辺の目の下のファンデーションの乾燥がすごく最近気になるんですけど、これを塗ると潤いがまた足されるし、あとここね、ここの皮むけがひどいんですけど、これ塗ってるとマシなんですよ。なお化粧品ってさ、結構みんな決まったもの使ってたりとかするから、プラスで使えるものの方がいいかなと思ってプレゼントとかって選ぶようにしてるんですけど、これは別にメイクを変えるとかいうものじゃなく、普段ちょっと乾燥が気になる時に保湿してくれるし、こういったタイプって結構バームでベタベタするものが多いけど、これは本当にサラッと使えるから、クリームで保湿するっていうより水分で保湿するっていう感じなんですね。だからどんな肌の人にも使ってもらいやすいかなっていうのと、その人気の化粧水って水分のこう膜を作ってくれるようなタイプの化粧水で潤いを閉じ込めてくれるみたいな感じなんですけど、まあ、ニキビが治るとか毛穴が閉じるとかそういう効果っていうよりとにかく保湿に特化したものなので、だからその化粧水も本当におすすめ商品入れたいぐらいおすすめやったんやけど、まあ、それの成分が入っているスティックなので、まあみんな使ってもらいやすいかなということでこれは選びました。なんかなかなか自分では買わないアイテムだったりするかもしれないので、まあでも人気の商品なんだけどね、なんかプレゼントでもらえると嬉しいかなと思って、私も実際これプレゼントでもらって使ってるんですけど嬉しかったのでこれも入れました。そして続いてもう一つこちら。はい、私もめちゃくちゃ大好きなアディクションのザブラッシュニュアンサーの003番です。私はこの003番が好きなんですけど、で他のカラーでも可愛いかなと思うんですけど、何がいいかっていうと、普段普通に使ってるチークの上に塗って可愛いチークって感じ。これ一色ではそんなにね発色されないんですよ。なんかこの肌にちょっとツヤを与えてくれるような感じというか、アディクションのこのチークっていろんなカラーあると思うんですけど、このニュアンサーっていうラインは重ねて可愛いっていう感じなんですね。なのでまあ今普通にピンクのチーク塗ってたんですけど、その上からちょっと重ねることによってツヤ感がアップして可愛いみたいな感じなので、なんかプラスで使う商品としてこれもおすすめかなと思って入れました。でまあピンクが好きな人はこの003番本当におすすめで、なんかねいろんな偏光ラメ、特にピンク系がねたくさん入ってるやつなんですけど、重ねて塗ると動いた時にとっても可愛く見えるチークなので、まあ、これも普段使ってるチークの上から使ってねみたいな感じでプレゼントするとセンスいいと思われるんじゃないかなということで選びました。ではどんどんいくよ。続いて4000円台いきたいと思います。4000円台まず選んだのはこちらです。最近めちゃくちゃ推している化粧水なんですけど、セラリーのルミヌグローミストローションです。 Amazon で買える化粧水なんですけど、こんな感じですごく細かい霧のミストになっててとってもいい香りがします。普通の化粧水っていうよりは化粧水の前とかお風呂上がり上がってすぐとか、あとはメイクの上とかスキンケアの最後とかでもいいんですけど、なんかプラスで使ってもらえるミストって感じで、あとはなんか美顔器とかする時とかに使うのもすごくおすすめなんですけど、なんかヒアルロン酸がこう網目状になってて、それをこう振った時にこうギュッとなってギュッとこう引き上げてくれるみたいな、まあ、保湿してくれながらこう張り感を与えてくれるような化粧水ミストになってます。でなんか私は顔が疲れてきたなとかちょっとだるんとしてきたなっていう時とかに、このフェイスラインとか首とか顔に振ってあげると一気にこう顔がちょっと引き締まる感じがするからお気に入りで、もうなんか日中も使ってるし、あとはスキンケアの最後とかに朝使ったりとかもしてるし、美顔器の時に使ったりとかしてるっていう感じのおすすめの化粧水なんですけど、これは私実際プレゼントでもらって、で
めちゃくちゃいいやんと思って使い続けてる商品なので、これもちょっと自信を持っておすすめできるし、あとアマゾンで買えるっていうのが個人的に推せる。あ、ちょっと今日プレゼント持ってった方がいいなみたいな時ってあるじゃないですか。そういう時に買いに行くのめんどくさいからアマゾンでサクッと頼んでみたいな、まあ自分で軽くこう包装して渡すとかもできるので、とってもおすすめです。最近このセラリーっていうブランドが結構好きで、洗顔もおすすめなんですけど、まず一番最初に使ってほしいのはこちらのミストということで、こちらちょっとご紹介させていただきました。そして4000円台もう一つはちょっと意外かもしれへんねんけど、これ動画で出してるよな、こちら。はい、ルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト01番です。これルナソルのねアイブロウなんですけど、見てこんなに色展開があるの。だいたいさ、アイブロウって3色やん。でもなんか私みたいに眉毛描くの苦手な人とかってちゃんとグラデーションができてなかったりすることが多いんですね。でもこれはこんだけ色展開があるから、いやでもグラデーションが作りやすいっていう感じで、眉頭とか濃くなっちゃう人はここの辺使ったらいいし、あと何がいいって、スクリューブラシと細いブラシで眉尻とか描く用と、あとこういう大きいふわっと乗るブラシもついてるから、このままノーズシャドウもできるしっていうので、あとなんかふんわり眉毛が描きやすいっていうので、このルナソルのアイブロウはめちゃくちゃ使いやすいんですよ。眉毛って髪色によって色変える人が多いと思うねんけど、まあ、こんだけ色入ってるから髪色変えてもこのアイブロウパウダーは使い続けられるし、私は常にポーチに入っている最近推しのアイブロウパウダーなんですけど、なんかアイブロウってまあそんなになんかこうお金をかける場所でもないかなってなんか思ってて、みんなやっぱケイトとかプチプラで優秀なさアイブロウっていっぱいあるじゃないですか。ビセとかキャンメイクとかセザンヌとか、だからなんかみんなこう安いの使ってたりすると思うねんけど、まあプレゼントでもらえるなら使ってみたいって思うと思うし、やっぱりああいったプチプラ系の色って、まあ、3色ぐらいしか入ってなかったりするけど、ピンクとかすごい派手な色とかにしてる人はちょっと正直わかんないんだけど、まあ、普通の無難な髪色してる人にはもう絶対生涯使えるようなカラー展開になってるし、ちょっと明るくなったらこっち側使えばいいし、暗くしたらこっち側使えばいいしっていう感じで、私も黒髪にしたらいつも眉毛の色変えなきゃなーとか思ってアイブロウ変えたりするけど、これは茶髪の時とまんま使えるアイブロウなのですごくおすすめっていうのと、やっぱ自分ではデパコスのアイブロウパウダーあんま買わないかなっていうので、これ使ってみてほしいなって思うのと、あと現場でメイクさんがめちゃくちゃ使ってるっていうのも選んだポイントになりましたね。まあ4000円台で言うとコスメではないんですけど、私がやっているアクセサリーブランドアンシェリオンのアクセサリーもだいたい4000円台とか3000円台とかで買えるようになってるので、あのこれもぜひチェックしてみてほしいなって思って、まあ、一応紹介しようと思いまして、まあ、今日もつけてるんですけど、これはまあロゴピアスですね。だいたいね全商品ゴールドとシルバーがあります。こんな感じで今日はちょっとこのカチューシャに合わせてシルバーパールにしてみました。これもアンシェリオンだし、あとなんか最近軟骨ピアスとかもちょっとラインナップが増えて、ちょっとハートの軟骨ピアスがあったり、あとなんかあの普通にお買い物していただくとこういった感じでギフトボックスとかも別料金になるんですけど売ってたりとかしますし、あこれもアンシェリオン、バンクル、指輪とかもアンシェリオン。私の最近結構推しアイテムはですね、こちらの指輪、おしゃれじゃない、ちょっと大きめの指輪で、これもアンシェリオンです。まあ、こんな感じで今日はちょっとシルバーいっぱいつけてるんですけど、ゴールドも全部あるし、まあ割と頑張って値段下げてるんですよアンシェリオン。割と頑張って値段を下げながらいいものを提供させていただいてるので、なんか錆びにくい加工になってたりとか、あとリングは金荒れ対応って感じじゃないんですけど、ピアスとかネックレスとかはあの金属アレルギーを起こしにくい素材を使ってたりとかするので、まあ詳しくはぜひホームページ概要欄に貼ってるので見てほしいんですけど、あのちょっとコスメではないけどアンシェリオンのアクセサリーも基本的に5000円以内で買える商品ばかりなので、ちょっと紹介しておこうかなと思って言わせていただきました。そう、だいたい最近私が動画でつけているアクセサリーは全部アンシェリオンのものなので、動画でつけているものをわざわざ紹介したりとかしてないんだけど、可愛いなって思うものがあったらぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ただなんかポップアップも本当にたくさんの方が来てくださったりとか、発売初日からすごいたくさんの方がお買い上げいただいたおかげで、ちょっとね在庫の方が品薄になってるんですけど、どんどん入荷したりとかで再入荷したりとかしているので、まあタイミングタイミングで見ていていただけたら嬉しいなと思いますし、新商品もどんどん発表していくのでぜひご覧ください。続いてでは5000円台に行きたいと思います。5000円台はもう絶対にこれ、カネボウのベイルオブデイです。 SPF50 の PA3+ 美容液日焼け止めで、今年は一番使った日焼け止めはもう断然これっていう感じで、もう毎日塗ってました。こんな感じの、こんなにさ伸びのいい、こんな軽い日焼け止めありますかってぐらいめちゃくちゃ塗り心地のいい日焼け止めで、日焼け止めってなんか正直突っ張るし、なんかパリパリするし、正直塗りたいか塗りたくないかで言ったら塗りたくないじゃないですか。でもこれは塗りたくなる日焼け止めなんですよ。そう、ただ日焼け止めに5000円
変かって思うかもしらんねんけど、この日焼け止めを使っとくだけでメイクの持ちが全然違うし、むしろ塗った方がいいことばかりって感じね。肌も乾燥しにくいし、あとはまあ紫外線から肌も守ってくれるしっていうので、いろんなところでベスコスも取ってたけど、もう本当に年間通して推したいこちらの日焼け止めでございます。これはね、ぜひ友達にシェアしてほしい、みんなきっと感動すると思うっていう日焼け止めなので、こちらを選びました。冬とかちょっと忘れがちやけど、やっぱ紫外線対策してた方がいいので、まあ、この時期もとってもおすすめだなと思って選びました。はい、あと5000円台もう一ついくとこちら、はい、ディオールのルージュディオールフォーエバースティックです。私が今塗っているのがこちら100番のヌードルックのカラーなんですけど、ベスコスにも選んだ大好きなカラーです。でもカラーがっていうより、これは物もすごく良くて、乾燥している唇に塗ると皮むけとかが起きてしまうんですけど、ちゃんとリップで保湿してから塗ったらすごく色持ちもいいし、マスクの中でもすごいこうフィットしてくれて唇の血色感が保たれるので、物がすごくいいっていうのと、やっぱりなんかデパコスのリップ選びがちかなと思ったので、1種類ぐらい入れたいなと思って、入れるとしたら今はこれかなということでこちらにしました。カラー展開めちゃくちゃ豊富なので、私はもう個人的にこの100番のカラーが一押しなんですけど、その子に合ったカラーを選んであげてもすごくいいと思うし、ディオールおしゃれなカラーたくさんあるしね、パケも可愛いのでおすすめだなと思って選びました。そう、なんか結構ベスコスに入れてる商品も多いかなって感じ。続いてはですね、6000円台からいきたいなと思ったんですけど、意外とね、6000円台はあっても7000円8000円が結構難しかったので、6000円台から8000円台の中で4つ商品紹介します。まず1つ目がですね、こちら、これも私がもうずっと愛用しているクリームなんですけど、カネボウのフレッシュデイクリームです。 SPF15 の PA3+、 日中用のクリームなんで、朝スキンケアの最後に下地を塗る前に塗っていただくようなクリームになってます。もうちょっとめっちゃ使いやすい、ごめんなさい。またね、リピート買ってきたんですけど、さっきこんな感じで塗るとすごいね、トーンアップしてくれて、ちょっとツヤ感を与えてくれるクリームで、でもなんかそんなにべっとりしてなくてさらっと使えるから、メイクにも影響しないけど、塗ってた方がメイク持ちが良くなるっていう感じのアイテムだと思っていただけると嬉しいなと思います。なんか結構周りの友達とかで私にね、コスメの質問とかしてくれる友達たくさんいるんですけど、みんなクリーム朝と夜って使い分けてなかったりすることが多いねんけど、朝用クリームって結構メイクを持たせる上で私結構大事やなと思ってて、なんか夜と同じクリーム塗ってると結構メイク崩れにつながったりとかするから、やっぱ夜は結構保湿とか弾力ケアとかエイジングに特化してるクリームがやっぱ多かったりとかするから、いいクリームを朝塗ってしまうと、物によると思うんですけど、メイク崩れにつながるものって結構あったりするから、メイク崩したくないんだったら朝用クリーム結構おすすめで、ちょこちょこいろんなデイクリーム使ったりとかするけど、リピートしたいなって唯一思うクリームがこのカネボウのクリームです。でこれね、ピンクのやつが6000円台で、黒いね、もう一個ちょっと上のランクのクリームインデイやったかな、でそっちも使ったことがあるんですけど、なんか私的にはこの安い方が好きだなと思ってこっちをリピートしてます。もちろんあっちもいいんですけど、さっきそうちょうどカネボウ置いて店員さんに、これって何が実際違うんですかねって、私なんかちょっと安い方が好きだなって思うんですけど、なんてだろうみたいなことをちょっと聞いたら、黒い8000円ぐらいするタイプのいい方はエイジングケアができる成分がプラスされてるのと、あとはちょっと全部の成分の入ってる量が多いらしい、だからちょっと高級感があるらしい、プラスちょっとツヤ感が向こうの方が強めなんだって。だからさらっと使えたい人はこっちでいいと思う。どっちもめちゃくちゃいいねんけど、使い比べるとなんか夏場とか年中通して使いたいのはこっちで、なんかあっちの方がね、なんか膜を張ってくれる感じ、こっちの方が浸透してくれる感じかな、感覚的に言うと。夏場黒使っててんけど、かなりオイリーになるというかテカル感じがして、なんかファンデーションとかもちょっとこうよれやすいかなって感じたから、冬場だったらもしかしたら黒の方がいいのかもしれへんけど、一つ目に使うならこれで、これでももっと乾燥するなって思うならちょっとお値段上がるんですけど、黒の方使ってもいいかも。なのでまあ人にあげるんだったらこっちの方が無難かなと思って今回こちら選びました。あと私がリピートしてるのはこっちです。はい、続きましてこちらもベストコスメに選びました。こちら、はい、こちらルナソルのアイカラーレーションの15番です。これはもうベスコスにも選んで、何回私の動画に出てくるねって感じかもしれんけど、こんな感じのカラーラインナップになってます。もうさ、見たらわかるけどさ、超王道なわけですよ。なんですけど、まあ、宝石職人っていうねコンセプトで作られているアイシャドウなんですけど、まあラメの感じがめっちゃ可愛いっていうのと、これベスコスの動画見ていただくともっと詳しく目元に塗って
って紹介してたりするんですけど、めっちゃ可愛いカラーなんだけど、なんか無難だけどワンランク上って感じ、ワンランク上の普通メイクができるって感じ。なんかこうオフィスメイクとかってやっぱりあんまカラーものとかね使えない会社さんも多いかなって思うんですけど、でもやっぱちょっとときめきたいし、王道メイクで万人受けメイクなんだけど、でも人よりちょっとよく見せたいじゃないですか。そういう人にすごくおすすめで、普通のブラウンメイクがちょっと高級感あるブラウンメイクになるんですよ。絶対みんな通るのがブラウンじゃないですか。でブラウン通って、まあ、ピンクとかオレンジとかいろいろやるけどまたブラウンに戻るじゃないですか。っていうので、まあ、みんな好きかなっていうので選んだアイシャドウですね。めちゃめちゃコスメオタクさんにはもう結構有名なコスメやし、みんなこうバズってたコスメやから持ってる人多いかもしらんけど、あんまりそういう美容系に興味がない子とかそんなに詳しくないよっていう子は絶対使いやすいものだと思うので、あとまあ年上の女性の方とかにも喜んでもらえるかなということでこちらを選んでみました。これはね本当に使いやすいしめちゃくちゃいいです。本当に文句なしって感じ。続いてがこちらです。ごめんなさい、私の使いさしで毛がいっぱいついてる、申し訳がない。こちらリファのブラシです。このブラシはねめちゃくちゃ髪の毛サラサラになる。で私はお風呂にも1個置いてて、お風呂ではリンスとかトリートメントした後に使ったり、あとシャンプーする前に使ったりとかして、なんかマイナスイオンが出てるかな、そんな感じだったかな。とにかく髪がサラサラになるんですよ。でいいブラシって自分ではなかなか買わないしね、もらって嬉しいものかなっていうので、ちょっと1回とかすだけで本当にサラサラになるからおすすめだなと思ってこれは選びました。もし持ってるってなっても、あのお風呂用と外用で本当に持っててもいいぐらいものがいいので、私は実際友達からもらった後にファンの方からもいただいたから 2,3 個家にあんねんけど、でも全部自分のものとしていろんな場所に置いて使ってるのでめちゃくちゃおすすめです。トリートメントしてからこれやるだけで全然髪のサラサラ具合も違うので、ぜひ使ってみてほしい一品でございます。そして続いて最近めちゃくちゃみんなに使ってほしいオイルがあんねんけど、こちら余裕の IP セラムオイルです。これオイル美容液なんですけど、私が通ってるよもぎ虫のサロンの虫屋っていう恵比寿にあるサロンがあるんですけど、まあよもぎ虫めっちゃ最近好きでめっちゃ通ってんねんけど、そこでオプションで使えるオイルで、で実際商品としても余裕で販売されてて、この余裕っていうのがオンラインでしか基本売ってなかったりとかするから、ちょっとねオンラインでしか買えないけど、これ本当にもうちょっと早く発売されてた確実にベスコスに入れてたってぐらいめちゃくちゃおすすめの商品で、2層に液が置かれてるんでこういう感じで振っていただくんですけど、これお風呂で使うのがおすすめで、お風呂入ってる時ってこうさ蒸気でスチーマーみたいになってるし血行も良くなってるし、スキンケアするのに割といい環境なんだって。そういう環境で使えるっていう感じで作られたオイルやねんけど、で朝ねスキンケアする前にブースターとして使うのもいいんですけど、ほんとサラッとしているオイルで、まあ匂いも普通にいい匂いなんですけど、これをお風呂の中で塗ると毛穴がすごいキュッて引き締まる感じがして、最新のね IPS 細胞培養液みたいなのが入ってて、とにかくいいこと尽くしらしい。なんかニキビケアにもいいし、ハリ弾力だったりとか、あと保湿とか傷口とかのそういったケアとかにもその IPS 細胞っていうのは向いてるようなものらしくて、とにかく本当にいいことが詰め込まれたオイルなんですよ。まあ成分のその詳しいことはこう言い切れないんですけど、本当に使ったらすぐわかると思う。本当に肌がもっちりこうキュッっていう感じになって、もう完全に調子が整うって感じのオイルでした。そうだから私はお風呂入ってる時に洗顔とか全部終わった後半身浴しながら塗ったり、あとちょっと朝乾燥が気になる時は洗顔し終わった後にブースター代わりに使ったりとかするんですけど、本当にいいのでぜひ使ってみてほしい。あとそのよもぎ虫する時とかもすごくめちゃくちゃ向いてるんだって。 そこのねよもぎ虫のスタッフさん、 B アイドルのこともやってくれてるスタッフさんやねんけど、もうその人が本当にこのオイルはもう今めちゃくちゃ使ってほしいオイルだから使ってって言ってめちゃくちゃいろいろこう説明をしてもらって使わせてもらってんねんけど、マジでもう本当にその人が言ったままそのまま私も伝えたいって思うくらいめちゃくちゃいいので、プレゼントとかにもすごくいいし、なんかこれもプラスで使うと良かったりバスタイムで使えるものだったりするのでおすすめだなと思って入れました。続いて8000円台から1万円台紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちら、今年めっちゃバズったやつ、コスメデコルテオーラリフレクター02番です。まあ、別に色はねお好きなカラーでいいかなと思うんですけど、ベスコスに入れようかどうか迷って
って迷って迷ってなんか入れなかったんですけど、アディクションのパウダーが良かったから入れへんかったんけど、でもプレゼントにはこれすごくいいなと思ってて、持ち運びできるようなパウダーで、私のおすすめの使い方はこれちょっとなんか別で買ったパフなんですけど、まあこんな感じで化粧直しして、これ岡田さんに教えてもらってんけど、メイクの最後にクマのところにハイライトブラシとかでこうやって塗ってあげると、クマの部分ってツヤがあるとクマがより濃く見えたりすんねんけど、マットにするとクマが目立ちにくくなるのね。だからこんな感じで最近はコスデコのパウダーを入れるようにしてんねんけど、すごくクマが目立ちにくくなっていいっていうのと、あとすごくいい匂いで使いやすいし、めっちゃ肌が綺麗に見えるし、めっちゃおすすめなんですよ。ただメイクの途中で全体に塗るのはちょっとおすすめしないって感じ。多分ねファンデーションとか下地とか組み合わせによると思うねんけど、なんか全体に塗ると結構固まってつくなって感じる時もあるの、感じない時もあるから、ちょっとベタついてる時にそれを感じるのかな。なんか物によって違うものを使った方がいい時もあんねんけど、ただ今みたいに部分的に塗るのとかお直しで塗るのにはめちゃくちゃおすすめの商品なので、ただちょっと高いじゃないですか。だから自分で買わない人とかも多いし、まあエレガンスを使っている人が多いかなと思うけど、エレガンスに普通に並ぶぐらいめちゃくちゃいいので使ってほしいなと思って選びました。見た目も可愛いしもらって嬉しいコスメかなと思って選んだ。そして続いてもう一個おすすめなのがこちら、ベスコスにも選んだお気に入りのハイライトなんですけど、クレドポーボーテルレオスールデクラの、私は17番のカラーが好きです。こういった感じの見た目になってます。本当に美人に見えるハイライトって感じ。なんか自分の肌が高級に見えるのよ。ここにね塗るだけで全然違う。でこのハイライトも自分で買うにはちょっと高いけど、プレゼントでもらえたら嬉しいなっていうので選んだのと、あとこの鼻先のここにねチュンって塗ると鼻が高く見えるし、すごいねしっとりしてるハイライトだから使いやすいんですよね。本当にこれ塗るだけで顔が高級になるから、まあ、私自分で買ったんですけど、これプレゼントでもらえたら嬉しいなと思って選びました。クレドポーってちょっと高いやん。これ1万弱やろっていう感じやねんけど、まあもらえたら嬉しいからきっとあげたら喜ばれるだろうなと思って。そして続いてはですね、これもねプレゼントで渡してすごい喜んでいただけたものなんですけど、 LINE のギフトでも送れるからめっちゃお世話になってるけどなかなか会えないっていう人とかに私は送ったりするんですけど、こちらリファの持ち歩きタイプのヘアアイロンです。こういう感じで使えるんですけど、私これ前髪がすごいやりやすいんですよね。すっごいやりやすくて前髪用アイロンとしても使ってんねんけど、まあこうメイク直し軽くしたい時とかに持ち歩いてたりとかもできるし、タイプ C で充電できるので、で割とね一回充電したらね、そんな長時間アイロン使わないじゃないですか。サクッと直すぐらいだと結構何回も使えるんですよ。でかさばらないし、まあ見た目もコンパクトじゃないですか。これ本当に自分で買ってよかったなと思うものなので、友達とか LINE ギフトでも送りやすいから最近なんか結構これプレゼントする率高いなと思って選んだんですけど、まあみんな喜んでくれるし、まあただリファってだけで嬉しいやん。でリファの中では割と安くで買える商品なのでこれを選びました。こう横毛の部分とかはこうねうねさせるのとかもすごくやりやすいのでおすすめです。そして最後を締めくくるのはこちらでございます。もう私今全人類に使ってほしいって思うくらい大好きなクリーム、オバジのダーマアドバンストリフトです。本当に使ってほしい、もうそれだけだ、使ってほしいんだ私はっていう感じで本当におすすめのクリームです。特に私ら世代の方たち、まだエイジングケアはいいんじゃないとか、ハリ弾力っていうより美白とか透明感とかそういうのに惹かれるよねっていう方たち、もう美容液とかそういうのを使ってもいい、ただクリームだけはこれ使ってほしいって思う商品ってぐらい私はなんか塗って効果を感じた商品です。本当にこの辺がすごいすっきり綺麗になる気がする。本当にこうなんかこうダルーンっていう感じの肌とか毛穴だるみとかがこうキュッてこのクリームを塗って寝れば大丈夫っていう感じなくらい、なんか本当に毎日ありがとう感謝いっぱいですっていう感じの語彙力ないねんけど、もうほんまにいいねんこのクリーム。今何のスキンケアが一番おすすめって言われたら高いけどこれが一番おすすめっていうぐらい私はもうめちゃくちゃ好きなクリームなので、もう断然これっていう感じで最近はこれをねみんなに勧めてるし、年上の女性の方にプレゼントするときって結構悩むやんか。これあげとけば大丈夫やし、ドラッグストアで買えるから、わざわざデパートとか行かなくても行けるからさ、もう今一番推してるクリームですね。保湿力も高いし、ハリのある肌に仕上げてくれるし、なんか塗った瞬間になんかすごいって思うクリームなので、もうこれが一押しだなと思ってプレゼントするならこれって感じ。例えばさ、彼氏持ちの女の子とかだったらさ、あの彼氏のお母さんにたまになんかお土産でとか誕生日プレゼントとかに何持っていこうとか考えた時、これ結構本当に受けがいいと思うのでおすすめです。という感じで以上が私的おすすめの価格別プレゼントコスメたちでございます。いかがだったでしょうか。まあね、去年のものも引き続き売ってるものがたくさん
んだと思うので、ぜひこっちの去年の動画も一緒に見てほしいなって思うんですけど、まあ、実際私がもらって嬉しくて使い続けてるものだったり、私が本当に愛用しているアイテムプラス人を選ばない、みんな好きだよなっていうものを選んでるし、使いやすいものを選んでるし、あとなんかセンスいいなって思ってもらえるものばっかりやと思ったので、まあ、ちょっと王道とかも混ぜつつ今回は選んでみました。まあクリスマス前やし、男の人もさ、ちょっと女性にさ、彼女じゃなくても彼女でもプレゼントを渡さなあかん機会があったりとかすると思うので、まあ参考にしてみてほしいなって思うし、友達同士とかでもね、クリスマスパーティーとかで交換する上で、セラリーとかこの余裕とかはまあオンラインとかでしか買えへんから結構知らん人多いと思うから、この辺渡すと最初んって思われるかも、何よこれって思われるかもしれんけど、あの子がくれるものめっちゃいいって絶対なるからこの辺おすすめかなって思いますね。はい、ということで、みんなは実際もらったコスメとかプレゼントで何が嬉しかったか、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、そう、ちょっと私のお家もクリスマス仕様になって可愛いでしょ。これもフランフラン、これもフランフラン、これもフランフラン、これ加湿器やね、めっちゃ可愛くない？水がこうジューって上がってて、これもフランフラン、これもフランフラン、タンタさんもフランフランって感じで全部フランフランで楽しんでて、このちょっとハゲちゃった木は友達からもらったやつが、なんかちょっと季節によってこう一回歯が落ちちゃうみたいで全部剥げちゃったんですけど、今育ててる最中って感じで、あ、これファンの方にアンシェリオのポップアップでもらったお花も飾っております。これくれた子がさ、小学校6年生の女の子と、あとお母さんが来てくれてんけど、小学校6年生なのに私に憧れてくれてるみたいで、メイク動画とかめっちゃ見てくれてるみたいで、キラキラのお化粧しててめっちゃ可愛かった、どうしたら可愛くなれますかって私に聞いてくれて、可愛かったよ十分って感じで、ちょっと余談なんですけど、そういうことがあって嬉しかったでございますっていう感じで、もうすぐクリスマスで、今年ももうすぐ終わりますけれども、まだまだ動画出てきますので、ぜひ今年も最後まで動画見てくれると嬉しいなと思います。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしのあかりでした。バイバイ。